願いします。お願いします。誰か情報ください。慰霊式典で突然地面に手をつき頭を下げた男性、石川慎一さん73歳。娘は10年前笹子トンネルで起きた崩落事故に巻き込まれ28歳の若さで亡くなりました。事故で死んだとは思ってもらえなくて殺されたと思ってるんですよ。死ななくていい命をどうして奪ったのと、その原因はどこにあるかと。なぜ事故は起きたのか。トンネルを管理する中日本高速からは今も納得のいく説明はありません。娘が命を奪われたあの日から両親は問い続けています。今笹子トンネルの上空です。今トンネル内から黒い煙が上がっているのが見えます。2012年12月2日午前8時3分、中央道上りの笹子トンネルで重さおよそ 1.2 トンのコンクリート製の天井板が連続して崩落しました。天井板はトンネル内を走行していた車3台を直撃し9人が犠牲になりました。こちらが実際に落下した天井板です。この天井板が長さ130メートル以上にわたって落下しました。事故の凄惨さを物語っています。救出は困難を極めます。発生から9時間以上が経って石川さん夫妻に連絡が入りました。当日の夕方5時半ごろに自宅に私おりましたら、あの山梨県警から電話がかかってきました。笹子トンネルっていうのが崩落して、その被害車両にゆりさんが乗ってた可能性があると。本当にこれが本当に心臓が飛び出るほどっていう感じですかね。山梨のその塩山省なんですけど、そちらにすぐ行きたいという気持ちになりまして、で主人に電話をして、主人が帰ってき次第 夜に、こちらを車で出発しました。娘のゆりさんは都内のシェアハウスで暮らす仲間たちと温泉に行った帰り事故に巻き込まれました。事故から1週間、変わり果てた姿の娘と対面しました。亡き娘の遺柄をですね、ありのままをこの目の当たりに焼き付けたわけですね。5つの真っ黒な塊とこの一部のですね、臓器をですねそのまま目の当たりにして、でそれをその棺に収めたっていうですね、これからやっぱり長い戦いが始まるだろうってやっぱり予見されたので、この悔しさを絶対にもう忘れないぞって言って。ゆりさんの部屋に置かれていたトランクには本人が大事に撮っていた古い写真や作文などが残されていました。ゆりさんは幼い頃からお花や綺麗なものが大好きだったといいます。これがゆりで、これが長女で、これが三女なんですけどね。着物は大好きなので、成人式の写真、これ着物は私のです。多分母が一番喜んだんじゃないかなと。嬉しかったですよ、でも似合ってて。頭では分かっていても心が娘の死を認められない。生きていれば38歳になっていました。で空を見るとユリに見えるんですけど、雲を見てユリに見えるんですけど、やっぱりウェディング姿のユリがどうしても
なんか浮かんできてはなんか涙が出ちゃうっていう感じでこの10年間過ごしてきましたね。もうだって穴が開いたままですもん、心にもう取り返しがつかない。その責任をどうして取ってくれるんですか。お金じゃないですよ。できることは態度なんです。それは本当のことを述べるっていうことが私たちに対する釈罪であり、本当の意味での心、私たちが和む、落ち着く、理解する、腑に落ちる、そういうことが可能になってくると思います。なぜ事故は起きたのか。事故後管理していた中日本高速道路の責任を問う声が高まります。国の事故調査委員会は事故の翌年、設計や施工不良、不十分な維持管理体制などさまざまな要因が重なった可能性があるとする報告書を提出しました。報告書では落下した天井板のボルト付近はおよそ12年間にわたって打音検査などの詳細な点検が行われていなかったと指摘しました。さらに遺族が起こした民事裁判では、2000年の点検でボルトの緩みなどが見つかっていたにもかかわらず適切な処置を行っていなかったと認め、事故は予見できた、注意義務を怠ったと中日本高速側に過失があったと結論付け、4億円以上の賠償を命じました。なぜ危険な天井板を放置していたのか、なぜ詳細な点検を行ってこなかったのか、人の命を守る安全管理体制に問題はなかったのか。石川さん夫妻はこれまで120回にわたって中日本高速と面会を重ね、なぜあってはならない事故が起きてしまったのかを問い続けてきました。しかし未だに納得する答えは聞けていません。怠慢なくですね、やるべきことをやってさえいてくれれば絶対に落ちてなかったに違いないとも確信してますので、それがなぜ落ちてしまったかというですね、その真相をとにかく述べていただきたいと思ってこの10年活動あるいは発言してきたわけですね。ただまあ10年経ってもなかなかね、そういうその私たちのその希望にかなう、回答というか要するに説明がされないのが現状なので。なぜ遺族の問いに答えることができないのか、いまだ埋まらない溝をどう受け止めているのか、中日本高速のトップがテレビ朝日の取材に応じました。事故調の報告書にもですね、平成12年とか13年の段階での検査で例えばボルトが落ちていたとか危険性があるっていうところから考えても、もうちょっとできたことがあるんじゃないか。当時の要領に沿った形で点検はいたしておりましたということをまずご説明したいと思っております。それと、そのようなご批判ご意見は真摯に受け止めて、その後再発防止に全力で取り組んでいるというふうにお考えいただきたいんですが。小室社長は犠牲者の遺品や事故車両を展示する研修施設を作って社員教育を強化するなど再発防止に真摯に取り組んでいるとした上で、事故当時は定められていたマニュアルに従って点検を行っていて、そのマニュアルには違反していなかったとの見解を繰り返しました。犠牲が出てしまったという結果から考えると、やはり要領というのがもっと厳しくあるべきだったっていうことを今10年だって今社長としておっしゃっていただくというのは難しいんでしょうか。当時の要領は10年を標準として、それぞれの条件に応じて、間隔を定めるってなってましたので、必ずしも当時の要領に、違反してたっていうわけではなくて、当時の要領に従って行ったというふうに考えております。安全管理責任者として厳しい基準とか要領を作っていくべきだったというような、そういう結論は難しいでしょうか。当時の要領がどうだかっていう
どうであったかということはなかなか今申し上げにくいですが、その後国の基準に従いまして、例えば詳細点検は5年に1回行うですとか、点検方法については改善して実施しております。大きな自然災害でもない限り崩れるわけがない。適切な点検や維持管理がされているはず。人々が信じてきた高速道路の安全神話は9人の命を犠牲にして崩壊しました。二度とですね、私たちのようなその不幸な遺族を作ってほしくないという、再発があったら犠牲は無駄になったということですよね。原因をちゃんと突き詰めないで、自分で それをあり手に述べないで、再発防止っていうのはやっぱり不可能だと私は思いますので、毎日毎日やっぱり風雪にさらされて傷んでいってるわけですね、どんな設備でも。でましてや有料で通っていただいてる、お金を取って通ってもらってる施設であれば、当然人命を守るっていう義務は最大のやっぱり義務なので、それをやっぱり怠ってはいけないと思いますから。だから表向きどんなに取り繕っても、本当の意味での解決になっているというふうには私たちはどうしても素直に取れないですね。事故から10年のこの日、新型コロナの影響で中止されていた遺族による追悼の言葉が述べられました。会場には中日本高速の役員らも参列しました。天井板の危険性に気づくことができなかったのか、事故を食い止める方法は何かなかったのか、何度も思いあぐねる10年でした。10年経っても解消されない、なぜ。娘の命を無駄にはできない、その思いがあふれました。なんで死んじゃったんだよ、誰に殺されたんだよ、死ななくてよかったはずだよね、やることさえやっていれば。私はそう固く信じています。あなたたちはもう声を発することができません。だからこそ私はあなたたちの代わりに声を発します。どうして誰も良心と勇気を持って私たちに情報を提供していただけないんでしょうか。もう裁判は終わっています。私たちはあなたたちを責める気はさらさらありません。しかしながら、尊い私たちの娘や息子、親が命を奪われた原因を私たちは死ぬまでに知りたいんです。10年、私たちは救われないで毎日を過ごしています。皆さん方も人の親でいらっしゃると思います。親の心をどうか心情を汲んでいただいて、情報を提供していただけないでしょうか。お願いします。お願いします。誰か情報ください。君たちの代わりにこれだけのことを言っても通じないのかな。誰も心に響いてくれないのかな。頼むよ君たち、力を貸してくれよ。まさか私たちも普段トンネルを通っていて、天井が落ちてくるなんて思いもよらないわけですよね。
失われるはずのない命が失われた、その答えがないというふうに思ってらっしゃるご両親の思いというのは非常にこう胸に痛いインタビュー、お話だったなというふうに思ったんですが、そうですね、ではここからはですね、取材をしました社会部の飯平記者に話を聞いていきたいと思います。飯平さん、非常につらい中でこの石川さんご夫妻取材に答えていただいたと思うんですけれども、遺族の方の10年取材していてどういうふうに感じましたか？はい、今回ですね、石川慎一さんの言葉で非常に印象に残っているのが、10年経つと普通であれば、まあ、気持ちは薄まっていくものだけれども、遺族は違うんだと、ゆりさんのへの思いというのが10年が経ってどん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 増しているんだということをおっしゃっていました。またですね、母親のけこさんは、VTR にもあったように遺品の多くを、再発防止につながればと、中日本高速道路の方に寄付をして、安全啓発館で飾ってもらってます。そこでですね、ただ一つだけ遺品の中で鍵、ゆりさんが事故当時持っていた鍵を渡せなかったとおっしゃってました。それはやはり心の中でどこかでまだゆりさんは生きてるんではないかと、彼女が ふとこう帰ってきた時に家に入れるようにこの鍵だけは私の手元に置いておきたいんだとおっしゃっていました。やはり再発防止へのその思いというか、まあ、その遺品を寄付されたというところからも、このお二人がもうかな絶対に次の事故を起こしてはいけないという、なんかそういう強い思いが伝わってきますよね。そうですね、お二人とも常におっしゃっているのは、再発防止があるとやはり9人の犠牲というのは無駄になってしまうと、私たちのような遺族をもう二度と作ってほしくないからこそ事故の原因究明が必要なのではないかと訴えていました。そういったところがやはりお父様がこう土下座をしていたといったところに表れていたと思うんですけども、どんな思いが込められていたんでしょうか？はい、後日ですね、改めて石川慎一さんにお話を聞きました。そこですね、石川慎一さんはもともとですね、普段から、まあ遺族の追悼の言葉であったりとか、メディアに対して、受け答えをしていただいています。でその時にですね、常にこう原稿であったり台本というものを用意しないで、その時、自分が思ったこと感じたことを言葉にされる方です。でその中でですね、あの瞬間というのは10年間いろいろな思いや出来事感情あらゆるものがこう頭を巡って、もうこの場所で命がけでもいいから教えてくれという気持ちで訴えたとおっしゃっていました。本当にこう伝わってくるいろんな感情があったんですけれども、まあ、石川さん、まあ、奥様も含めまして、この10年間でその逆にこう気持ちとしてこう変わった部分とか心境の変化とか、そういった部分は飯平さんは聞きましたか？はい、今回お話を伺っていて、まあ、事故から6年ほどが経った時に、母親の恵子さんが定年を迎えた時にお二人でお話をされたそうです。事故原因というのは今後も求めていき続けるし、娘の死の原因というのは知りたいという気持ちは変わらないんですけれども、娘のゆりさんがですね、非常に普段明るく前向きな方だったそうです。そのゆりさんのためにも、まあ、ご両親お二人が嘆いたり悲しんでいる姿だけで今後の人生を歩んでいくというのは、娘のゆりさんのためにもならないんじゃないかと、少しこう前向きに生きていくというところを2人で話し合って決めたそうです。なるほど。ただ おそらくお二人の中には、まあね、なんとか気持ちを前向きに娘さんのためにと思ってらっしゃるのかもしれないけれども、まあ、この先の5年10年もおそらく同じような思いを、ね、抱えて前に進まれていくんだなというふうに思うんですが、はい、今後ですよね、石川さんご夫妻は、どうされるのか、そして中日本高速道路側の対応、これはどうなっていくんでしょうか？はい、やはりですね、今回このような形で、まあ、手をついて頭を下げてお願いしたけれども、やはりあの場所であの後にですね、まあ、私たち取材している側も感じたんですが、それほどあの場所で新しいこう答えであったり結果というものが、得られるような状況ではなかったです。しかし慎一さんはやはり、まあ、いろいろなトライをこれまでもしてきたけれども、
今回もこうやって自分が手をついて頭を下げてお願いしたけれども、やはり何か自分たちが得たい情報というか原因というのはまだ得られていないということで、今後はこういうものを質問書にまとめて中日本高速道路側に求めていこうと考えているとおっしゃっていました。また中日本高速道路側なんですが、石川さん夫妻とは役員であったり幹部の方々がこれまで VTR にもあったように120回ほど面会を続けてきました。その中で石川さん夫妻は現場の方々と話をする機会というのを作ってほしいとずっと長らく訴えてきています。で、今回ですね、2022年に先ほど VTR にも出ていた小室社長が就任して、石川さん夫妻と話をする上で、現場の社員との対話というのを前向きに考えたいというふうに答えをいただいたそうです。ですので今後はそういったふうに、現場の社員との対話というのがまず第一歩の、前進であるのかなと、思います。石川さんご夫妻としてはどういったことを一番知りたいと思っていらっしゃるんでしょうか、この事故について。やはり事故が起きる前にですね、10年程度に一度の点検という中で、それが10年が12年間点検されていなかったというところであったりとか、そういう部分をどういうプロセスでこう決定がなされていたのかということを知りたいというふうにおっしゃっていました。そういう部分が分かれば、なぜ事故が起きてしまったのか、事故が防げた可能性があるのではないかというところも見えてくるのではないかとおっしゃっていました。ありがとうございます。はい、中日本高速側の新しい社長になって、対応も変わってきているというふうなことなんですけれどもね、回答としては当時のマニュアルに基本的には沿っていたんだということなんですけれども、でも沿っていてもこうやって崩落事故が起きてしまったわけですから、そのマニュアル自体が甘かったんだろうというふうにこう思ってほしいというふうに一般利用者としても思うわけですよね。そのあたりのこう石川さんご夫妻が考えてらっしゃる答えというものが、今後何か見えてくるといいなというふうに心から思っています。取材をしたのが伊平記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。